今日はシカゴから、えー、山中線が、えー、この配信を行っています。今日は九月十二日ですね日曜日、えー。まあ今週うまあ九月入ってから、えー、前回はあのこのアジアチャンネルで。 まあかなり、あのー、アフガンの、ね、ことをかなり撤退の失敗を特化してここ数週間やって、えー、レポートしたんですが、まあ、一応その、8月31日で撤退はまあ終わったと、まあ、一応終わったということなんでしょうけどもそれによってこのその後、実は立て続けにちょっと大きなニュースが起きています。 お若干ですね、えー、これ、あのー、いくつかスライドをね、数枚使って、えー、説明したいと思ってるんですね。で、えー、これ、あ最初にですね、これ、あのー、ちょっとお知らせなんですが、私の、まあ、ずっとあの、これですね、あのアメリカの終わり。えー まあ2月発売になってずっと、まあ、一応スベストセラーということでね大変ありがたいんですが、えー、出版社ね、ね北条社とずっとここしばらく話をしてまして、えー、もう1冊続編で年内出さないかという話がありまして、えー、これをお今書き進めています。書き進めているんですねで えー、今前このアメリカの終わりの方はですねあの去年の動き、まあ、主に大統領選、そしてその前、何年も前から起きているアメリカの非常にい,いろんな意味での反アメリカ運動のようなものが起きてきた、その弊害、そしてほぼ日本ではほとんどそれら報道されてない、これに関して、相当私、まあまあ、はっきり言って。 大体こうメディアでも載らないようなことを、ね、かなり書いて、まあ、それで非常にたくさんの方が驚いたということを言っていただいて、ね、まあ、たくさんの方を呼んでいただいたんですが、まあ、今年、要はまあやはり去年の話、大統領選の話と、それから、えー、まあコロナもありました、それからブラック・ライブズ・マター、いろんな暴動、移民、いろんな話があるんですが、要は、ね、バイデン政権に今年の1月に、まあ、バイデン大統領を就任して、 まあ私があの前の本で予想していたようなことのもう何倍ものいわゆるその、まあ、もっともっとすごいことがですね起きているということなんですねですからあそれについてこの1月から起きてきたさまざまなバイデン政権下での私が本で予想した ことも実際もう起きちゃっているもっともっとすごいスケールで私が予想もできなかったようなまあアメリカの分断、えー、そして粛清そしていろいろなまあ,あいわゆるトランプ派保守派に対するもうものすごいやっぱりね攻撃そしてアメリカそのものの仕組みを壊すような憲法の仕組みを壊すようなことをこの 政権をやってきてきいますそれらを、まあ、僕はずっとこの Facebook それから YouTube だとか動画でもレポートしてるんですが、まあ、そういうことにもいくつか重なりますが、まあ、新たに全部それらを書き下ろしでね今書いてるというような状態ですね、えー、ぜひ、えーまあ、一応12月と目標ね、えー、発売予定タイトルもまだ決まってないんですがぜひ発売の時はお読みください。<laughs> えー、それで、えー、これですね、えーまあ、簡単にちょっとここ数日来起きているう、アメリカで起きている、まあ、ホットニュース、ささっとこれをか,きかいつまんで言いたいんですけれども、これ、日本でもどうでしょうか、ほどにはなってると思うんですが、ねどの、どのぐらい大きいかというと、これね、まあ、アメリカじゃ今、多分これが一番大きいんですよ。まあ、アフガンのあの失敗のああ失敗たたふたで もうとにかく、ね、バイデンは全部質問拒否してます、今、記者からの質問。もう結局ね、自分がプロンプター読んで15分、あるいは30分、読んだら、はい、さよなら、もうね、受けない、つまり質問に答えられないんですよ。これもついちょっと前に出た、これもうあの漏れてきた、ホ、ね、ワイトハウスのスタッフが、1回ね、あんまり土地って、要はね、結局、記者の質問に答えられないで、とんちんかんなことを言ったり、も 全然間違った名前言ったりしてるんで、途中でね、マイク切っちゃったっつうんですよ。バイデンが話してるところのね。えー、まあ、そのぐらい、あのー、非常に今、いや、そんなことはあっていいんですかね、大統領がですね。だから、そういうようなことが、まあ、今の、 このバイデン政権で起きてる。そして、この間、その彼が最初にこれ、ね、大統領令ということでね、大統領令、大統領令っていうのは法律を一本自分で大統領の命令で出せるんです。これ、あの1月26日かな、就任式の日に25本、50本近くですね、出したんです。これ、全部彼が考えたものだということは誰も信じていません。あの全部、まあ彼を指名したというかね、そして彼を、あの、 まあ操り人形つまり彼は指名して、あんた次だよと、オバマの次はお前だよということでね、まあ、あの日本語で言うとディープステーツ、あるいはグローバリスト、何度も私言いますけど、これは陰謀論でも何でもありません、こういった勢力は長くヨーロッパから来て、アメリカでも存在しております、ただ表に出てきて、新聞にはしょっちゅう出ませんけどね、ただ、いるってことはもう分かってるんです、隠れてもいない人たちですからね。 ねまあ、ただ、こういった勢力が、まあ、あとね、私、ここ、そこをまた今度、少しゆっくり言おうとは思うんですがね、そういったいわゆる、まあメの政府とか言っちゃうとね、これまた非常にあのおどろおどろしくなっちゃうんだけど、そうではないんですね、やっぱりお金を出してる人たちなんですよ、民主党、共和党の上に行ってお金を出して、そしてね、やはりねここは、まあ、ずっと毎回言われていることなんですがね、非常に深くアメリカのね官僚とつながってるんですね。 アメリカの国務省だとかね、うん、いわゆるこういうところのいわゆる上級幹部です、はい、あるいは、まあ、いわゆる軍産あのこの複合体なんてね、やはり国防総省だとかね、ペンタゴン、こういうところに深ーく入ってますから、まあ、例えば軍人であった人がね、リタイアした後にへ大きな兵器産業、いろいろありますから、まあ、大きな有名なところでは航空機産業ね、ボーイングとかね、もう軍人がいっぱいいますよ、元将軍とか元。 国務省元軍のトップのような人がね、もう高級で、顧問格で、まあ、ミリオンダラーの給料もらって、えそういう人たちいっぱいいるんですよ、ボーイングクラスになるとね、うん、ダグラス・マクドナルとかね、もう昔から飛行機作ったり、えー、レイセオンとかね、レイセオン、あのいわゆる対空、あの対あのミサイル作ってる大きな会社、私も友人がいますけどね、ああいうこへ行って、そこからまた戻ってきたら、今度、この間、国防長官になった、あの トランプの時のの、ね、国防長官になってたエスパー国防長官とかね、ああいう人たちがなるんですよ。でまあ、とにかくそういう人たちがいて、そして彼らのやっぱり決定、決定っていうかな、まあえー、そこで官僚たちがよん、まあ、作った作文ですから、あれ読んでるのがあの、プロンプター読んでるのがあの人の仕事なんですね、バイデンさんのね。ですけども、ただここへ来て、ガラッとこの今回、えー、彼はこういう大統領、すべての 連邦、連邦食品、職員、ね、政府の職,職員から軍人から、郵便局の職員、ねえー、この人たちも連邦政府の職員ということになりますで。あとはもう一つね、連邦政府に取引してる業者がいますね、たくさんも何千頭います、そういう業者たちにもすべてワクチンを強制的に打たせる、打たせないと仕事、いわゆるもう首するよと、こういうことです、はっきり言ってます。 そして、えー、このソースと全部で、ね、900万人ぐらいなんですよ、対象はね、政府関連だけで。そしてその後すぐ翌日に、すぐ翌日に、数日前ですね、えー、この大統領をいわゆるスピーチをして、これでみんなたまげちゃったわけです。民主党のリベラル側でもたまげたって人結構多いんですよ。つまり、民間の会社、100人以上を雇用している会社は、 すべてワクチン強制を察し,しろと、会社は。もしそれに従わないような人いたら1万4千ドル、160万円の罰金を課すと、えー。ということなんですね。そしてあとさらにね、現在実はあの、これ当然、民主党州と共和党州に分かれるわけです、50州のうちね。でね、民主党州でない共和党州の州知事たちはもう、このワクチンの、特にバイデンの進めるワクチンの強制。 あの教,教養に対して絶対反対って言ってるとか、もうほとんどです、そしてそれらに対して、もし私の方針に従わない州,州がいたら、中人がいたら、もう思い知らして、それを絶対やめさせてやるよと、こういうようなことをはっきりとスピーチで言ったんですね。そしてこれが、ね、非常にアメリカで もうすぐ起き、ものすごい議論が巻き起こってます、どのぐらい日本で報道されてるか分かりませんけどね、まず第一に、大統領にこの権限はないんですよ。まあ、せいぜいね、えー、法的なところで言うと、大統領、いわゆる連邦職員とか、まあ、郵便局員、軍人、こういう連邦職についてる人たちについては、ある程度、まあ、一番そこの上のボスですから、大統領っいうのはね、これはある程度、強制力があることができる。しかしか 民間はないんですよアメリカの憲法でそれはない、アメリカの憲法上、民間のヘルスね、こういう民間人の健康に関して、大統領ホワイトハウスがそれを強制する権利はない、あるってことは、あのその憲法上ないんです、憲法は個人にその自由があるというふうになってますからねそししててあとももう一つ州に関してもね。 これもないんです大統領、もともとこの国は合衆国、州はあのステイツ、州ね、あの何々州、イリノイ州とかね、ニューヨーク州、あの州が寄せ集まってできたのがあの、いわゆるあの合衆国ですから、州の自治体の権限が、ものすごつ強いんです、全部だから州によって選挙法も違えば、いろいろなさまざまな法律を違う、特にこういった州の、州民のね、あの個人の、その人たちの健康を、 維持するコントロールするのはすべて州知事なんです、大統領ではない、もし大統領がこれをしようともしたら、もうすでに大統領を訴訟している9が19州かな、保守州ですけどね、トランプを支持するとか多いんですけども、フロリダとかテキサスとか、えー、あと南部の内陸州、農業州ですね、うん、大きな州が多いですねあの、面積的には多いんですけどね、まあ、テキサス、フロリダなんかを除くと、割と人口的にはね、 ニューヨークやカロフォルニアとは比較の7ぐらい小さい、ただ一つの州、独立した国ですから、ある意味、こういうところの人たちが非常に反対をしている、反対をしている、それでまあ、あそれに対してですね、まああの、訴訟が山のように起きるだろうと、これももう予想されています。 えー、ということで、えー、これちょっと、あ、草の根のね、この3番目の動きは、これ、後で後半、ねえー、ちょっとあのチャンネル登録した方のところでお話したいと思うんですが、ちょっとささっと、ここ最後のでうで、えーまあ、私の Facebook でも、私の直近の,の YouTube なんかでは上げたんですけれどもあの、もうちょっとそれをね、噛み砕いて言いますとね、マリコパ郡、アリゾナ州マリコパ郡というところは、 去年の11月3日の不なんとか選挙で、まあ、大量に票が盗まれたということを、まあ、いろんな州で上がった、疑いが上がったんです、特に接戦州、激戦州といわれる、ね、スイングステーツといわれるところで、まあ、6州から7州、これ、いつも、ね、問題になるような州なんですが。 こういった、まあ、名前を言えばその、ウィスコンシンだとかあ、デトロイトのあるミシガン州であるとか、ペンシルベニア州、それからあー、まあ、ここのアリゾナであるとかね、ジョージア州であるとかね、最後の最後までも釣れた、こういうところでほぼ僅差で、この俺らの州はほぼ僅差でひっくり返せて,てるんです。ある夜中の何時ぐらいまでほぼね、ほぼとかね、だかね、大体勝ってたんですね、見るとね、トランプがね。 大きいところでは30万票とかね、40万票以上引き離してたところもあった。それがね、1時間ぐらいのうちでね、郵便投票が入ってきた途端にぱって繰り返っていくんですよ。つまりほぼすべてそれらの票はあっち側だった。そしてそれに対しておかしいどう考えてもおかしいと考える、ね、民間人ね、これまあ共和党もいると思いますけれども、草の根の人たちが去年の11月12月からずっと自分たちなりのまああのリカウンティングって言うんですけどね。 つまりあの,再、えー、の数え直しですよ、まあ、これを行っていたりしたんですがなかなかそれで拉致が開かなくて、まあ、アリゾナ州、ま、あの,このマリコパ郡というところこの非常に大きな州です、二、え、百、ー、数十万人の、まあ、これ有権者ですから数としてもと大きいですよね、これだけの数、まあ、あのアリゾナ州の中の最大の、まあ、フェニックスを中心とするあの大きなエリアなんですけども。 そうですねここで起きたこういったことに関して、えー、やっぱりね、これ、女性たちがね立ち上がったんですね、これやっぱり、中心となる女性がね、リズ・リズエリス。 かなえー、まあこの元これは不動産なんかをやってた人であの政治家にも立候補したことがあるんですが落ちたことがあるしかしこういった人たちが非常にあのボランティアで一切資金をねどこからもお金をこのいわゆるあの企業からもねそう集めたりしないで自分たちで自前で、えー、ボランティアでやってそして、えー、何百人という人たちが集まって。 そして、えー、中にやっぱり退役軍人のかとかでいっぱいあの何も出てきたんですね、ソフトウェアのエキスパートであるとかね、だから簡単にそのソフトウェアを使って、えー、聞き取り調査をする、そしてその聞き取り調査っていうのはね、あの我々もこれ、最近分かったんですが、この監査っていう言葉を使ってます、だから単なる数え直しではないんですよ、監査ってもっともっと大きな深い意味ありますフォーレンジックなんても言いますけどね、もう科学的なね、 いわゆる科学に基づいたいわゆる監査を行おうということで、まあ、これを民間でやるということに非常に疑問が、特に反対派の民主党あたりからりるで、ものすごい今でも出てます、こんなものは全く価値がないとかね、うんえー、全然、あのー、なんこういうの政治家としても落ちた、大したことないような人たちがやってるんだろうとかね、もういまだにけちょんけちょんにけ,けなしてます、無視するか、大体けなす、けなす言い方は大体い,い,いつもまあ同じ。 いわゆるベースレス、証拠はない、そして陰謀論だと、もうこういったあれでね、5月ぐらいはもう、5、6、7、MSNBC、CNN、こういうあの反トランプ、うん、民主党べったりの、ね、メディアは、もう悲鳴上げて叫んでましたね、うん、お前たちはアメリカ人じゃないから出てけとかね、非国民だみたいな。<laughs> うん ところが、この人たちは非常にちゃんとこう裁判所からも例をもらった、いわゆるそのちゃんとあれを取って、そして法律にのっとってずっとやってきてるわけです。で簡単に言うとね、なぜこんなに時間かかったか、4月から、まあ、は正式なのが始まって、4、5、6、7、もう9月ですから、これね、我々が当初考えていたような、その机の上にね、一枚一枚載せて、その署名の一致とかね、署名の一致、大事です、アメリカ、サインですから、すべてね。 えー、本当にそこに住んでる人の署名なのか、あるいはその、えー、投票用紙の署名が、ね。えー、っていうか、こういうのここ、机の上だけで、それを、あのー、やるのは、これは通常の普通の選挙開票日ですよ。そうじゃないんですね。ただこ、なぜかっていうとね、これはもう上がってきちゃった数字を、ただ、もうね、こうやって、あのー、合わせるだけだと、分からないわけです。本当のところの数字が。何かっていうとね、本来投票、 所から来たと言われているその郵便投票が本当にその人が書いたものかどうかは、そのとこの人の位置へ行って、ドンドンってドア叩いて、あなた本当に投票しましたか、これやらない限りわからないんですよ、それをやってたんです、この人たちは、ずっと、そしてそれをやった結果、この一番の紛失投票ね、紛失投票ってのは、これはロス・ボートって言うんですけど、失われた、つまり見つからなかった、投票したと言ってるのに。 郵便投票で投票したと言っている、あるいは自分はそこへ行って投票したと言った投票用紙が記録にないんですよ、残ってない。これ、すごいことですよね。いや、何票か5票だ、10票だ、まあ分かりませんけどね、それ1票あってもいけないんだけれども、そういう数じゃないわけです。まあ、17万3104票っていうね、まあ、これいうような数字が出てきている。要は、投票したっていうのにそれがレコードに載ってない。 そしてあの、幽霊投票、2番目ね、ゴースト・ボートとも言いますが、幽霊、つまり、投票をしていないのに、投票用紙が来てるわけですで。これにはいろんな理由が考えられるんですが、これは僕は何度もいろんなフェイスブックや動画で書いてますけど、私のこの本の中でも、かなり詳細に書いてます、その辺は。もう去年、上がってきてますからね。 郵便投票なんですやはり、ね、相当大多数あの、アメリカ、トータルで、ね、去年、トランプに投票したって人が7200、まあ、万から7500万、そしてバイデンに投票したというのが8000万から8200万、まあ、バイデン側がそういうふうに言ってる、言ってるそしてそれらを、まあ、合わせると1万6、5 6000万とかなりますけれども、そのうち7000万近くが郵便投票だと言われている。ということは膨大な数です。 そしてこの膨大な数になった理由は、いろんなところで、いくつもの州で、その州の軍の法律が、選挙法が改定されていて、とにかくどん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 送っちゃう、前からもあったんですが、ものすごい数の郵便投票、本来あるべき郵便投票っていうのは、まあ、不在者投票というのは、つのタイプがあります。不在者投票はね その人が軍人とかが多いんですよ。つまり私は認知でヨーロッパへ行くから、この間1年いないし、その間不在者投票するからってことで、例えばドイツの米軍基地から日本の横田から不在者投票できるんです、軍人はね。あるいは学生とかそのとこいないからとかね、出張でいないから、国外にいるからとかね。こういう人たちはね、自分でリクエストをするんですよ。そしてそのリクエストに基づいて送られてくる、投票用紙がね。ですから、これはより確かですよね。 確かとはね、普通の郵便投票はそうじゃない。一方的にどんどん送っていくんですよ。ものすすごい数を送っていきますですから、まあ、これですね、非常にこの送っていくものの数があ,ーあまりにも多いんだけれども、それも大腸といっても、ただ昔の古い台帳についても送られているケースがほとんどなんで、今、住んでいないところに送られていく、これが一つありますね。もうこれ分かって 分かったのびっくりしちゃうんですけど、商業用住所なんかにもどんどん送られていた、誰も住んでないわけですよ、あるいはもうすでに人が住んでない家、あるいはそこのうちに一室、間借りしてるようなね、若い人とかいますよね、そういう人たちもそこから住所、だけどそういう人が1年、2年、3年出てっちゃってる、そこにも郵便投票行ってるんですよ、そういうことが起きた。 そういうことがいっぱいいろんなケースがあるんだけど、何も本人確認なく、ななんどんどんものすごい勢いでこれ、送られたの、これは全部民主党の、特にそのうところに支援をしてきた、特にこれ、ザッカ版バンの名前がもう全国で出てます。去年だけで4億ドルですからね、400億円ですよ、ええ、4億円じゃない、400ミドラですからね、400億の金、フェイスブックのザッカーバッにとって大した金じゃないでしょう。 うん、だけど、それぐらいのお金を使ってね、各地でいろんなところで選挙法の改定、まあ、ジョージ・ソロスという名前もあります、これはもう昔から、ね、アメリカを壊す反アメリカの代表選手、もう反共,共産主義し、アメリカをマルクス主義にしていく、こういうことをね、はっきり言ってる人ですから、ねまあ、そういうところの金が流れて、これが行われてきたことによって、それが起きたということで、えー、あとですね、これ、あのー、もう1つですね。 えー、幽霊投票が9万6000票、つまりゴーストのそこに住んでいってない、私はあれ、投票してないなと、全然そこに住んでないのになぜか投票用紙だけ来てたと、ですから、合わせるとこれ、まあ、もう26万票ぐらいになるんですか、26、7万票、ものすごい数字になる、そして死亡者投票、これはまだ数出てないんですが、死亡者、まあ、これ確認できる死んでるから、し死病届出てますから。 なぜか死亡届が3年前、5年前、10年前、30年前に死亡届が出ている人のところも、なぜかわか,からずに、それぐらい役所の大著作はずさんなんです、この国は。そこへ送られていってるんです。死亡届がちゃんと出てたら、あの、とその証文はされてないんですよ、そのマッチングがね、大腸とね、えー。郵便投票だけはどんどん送られていってる。ということで、そういうところにも、 これ確かって他の州でネバダなんかでもこれはもう何万病っていう単位で、えー、死亡投票が出てましたね。たったその州、アリゾ,アリゾナ州マリコパー軍ってまあ一番大きなね、えーアリゾナの、アリゾナの中で一番大きな軍だけど、そこでさえこれだけの数がひ、ね、っくり返った、ね。本来あるべきでない投票ですかこれらは全部。それらが起きていた。そして非常に僅差でバイデンの方が勝った。 ここういういとなんですね。えーまあえー、ちょっと今日はですね、この後もう一つあ、これをちょうどこのやった方が、中心人物が、まあ、そのリズさんとか何人もの女性が中心なんですけどね、これ素晴らしいと思いますね、ものすごい迫害にあったんです、この人たちは。えー、バイデンが率いる、これ司法省です、司法省、まあ、ここがね、いろんな脅しかけてきたら。 法律上、あなたたちがやってることは犯罪であるとかね。要は、どんどんってノックいく。これね、キャンバスっていう言い方なんです。一件一件行って彼女たちをやってた。このキャンバスのやり方は、あなたたち法律違反になるよとかね。全然法律違反じゃない。もう全部調べてますから、この人たちは。このね、ロジアスさんとか、ウェンディー・ロジアスさんとかね。元陸軍の中佐だった。長くううう、これパイロットですよね、彼女は陸軍のね。うん。だから、そういうような非常に愛国者の人たちが、これを行って、 来週以降、正式にね、もう多分出てくる、この動画が公開されることは徐々にね、いろんなのが正確な、正式なね、えー、あの報告書が出てくるということです。まだ、これちょっと、触りだけの第一報だということなんで、それが出てきたらね、また、レポートしていきたいなと思いますけれども、えー、そういうことで、えー、ちょっと全般はですね、えー、え これ、ぐらいいしたいんですが、まあ、これちょっとここだけ言ってこれ終わりたいと思いますが、あこれはエコノミストというイギリスの一番まあ老舗のね、1820年代ですね、創刊、こういったまあ非常に全、まあ、世界的にリーダー、政治家や企業の大企業の経営者たち、読むと言われている雑誌で、なんと無党派層の42%は、バイデンは政党に。 選挙で勝利をしたと考えていないという人が42％。これはね、いわゆるトランプサイドのメディアから出たんだとこれはまあ当たり前なんです。この内の数字はねもっと高いはずなんです。ただこういった全く反対勢力、反トランプのそれこそグローバリスト筆頭のまあ雑誌ですから、えもうグローバリスト世界経済フォーラムとかね。え あるいはあのダボス会議、こういったところの論調、そのまんまだ、そのまんまのその本拠のようなところですから、本家のね、新聞、新聞って雑誌ね、ここがこういった衝撃的な数字を出した、この意味は非常に大きいですね、非常に今後のバイデン政権の、私は9月からものすごい動乱がね、この国で、もう始まってますね、とっくにね、とっくに始まってます、もっと大きな動きが出ると思います、この秋は。はい今まであの新新 あのバイデンのマスクも全部隠して何にも言わなかったんですよ、えー。まあそれがどんどん現れてきてる。こういうことだと思いますね。はい、それでは全般を終えたいと思います。